高橋です。キラリさん、よろしくお願いします。イザベルさん、いやー鉛筆の値段だ。鉛筆こっちにいる。スミラーで、向こうはドリンクティーですね。これデュアルなんで入ってもらいましょう。言ってる。ビーコンあるけど、ここ食べましょう。たまいませんね。ビーコン壊して、アサリ。一応ビーコンは壊れてないので。よしよし。鉛筆よく行って。強い。嬉しい。マジでこんな早く終わるの珍しいね。初めてかもしれん。あ、2連戦ですが、よろしくお願いします。あとまりさん、こっちお金しで、向こうがいいですね。ウルショ、2大ウルショ、うまい2人じゃん。味方どうぞ。こういう時もここを抜きましょう。もうちょっと向こうになって、これちょっと欲しいんで、ちょっとこれ簡単くらいにさらいましょう。よし、そうですね、かなり削り入ってますが、これは、新潟に頑張って出してもらいましょう。私はもう、ホップソナーを使ってしまったので、頑張ってもらいましょう。危ない。アサリはないけど、そうですね。32か。あ、そのかっこいい、かっこよかった今カニタンク。カベロールからのカニタンクですね。これやられたらしましょうね。それやられちゃうな。あ、素晴らしい。カニタンクだけですが、カニタンクそこです。素晴らしい、ありがとうね。打開できまして、アサリが、簡単機があるんで、簡単機そこですか。渋いね。正面抜けに針いったな。で、こっちに来ないと見て、左来たので、じゃあ私はこっちからっていう。この切り替えが大事ですね。相手もクソなのでいけません。こっちにせっかくね、ジェットパック入ってるんだけど、これ危ないよ。これとりあえず入りますね。ラインかなり上がってるので、また頑張りましょう。私はあさり集めがかり女なので、持ってみましょうか。
シャーターがカニタイプ入ってきますので、はい、これは当たりますね。回復してで、これクイボ円筒入ってるんで、思ってクイボ飛んできますから、え、これ帰るでしょうね。何してんの？ボトル2枚になった？なんか落としてきた。これは素晴らしい手から、これ入れてもいいよ。はい、ね、いいでしょ、どうせ。よし、いきます。ナイスペリー、ナイスショット。そうですね、左下のケアを誰もしてないので、左下から潜伏マンが出てきたら終わると思って、いかなかったのが大変正解でしたが、ずっとこれやってるとこちらのチーム負けてますんで、あんまり良くないんですけど、さあ残り10秒から、さあ最後にカルタンクが入って、さあただこれ90なんですね、今こちらのカウントは。それをまたできるかなっていう感じなんですけど、うん、それはなんとかできませんでした。777さん、ナイファイです。ありがとうございます。ちょっと、崩しきれんかったかなと思いますね。まあ、オヒもちょっと抑え難しいので、仕方ないところはあるんじゃないでしょうか。いや、もうちょっと強化してもいいんじゃないかな。アトバルさん。これご本人ですか？皆さんちょっと、ネームプレート、あ、これご本人でしょうね。オーバーついてるんで。よろしくお願いします。今日はシャッターですけど。クイボが遠藤です。アキドラインクス、こっちバレルインクスですね。お前なんでここにいんの、強すぎる。すいません、ドリンクの効果がちょうど切れてますね。あれ、あ、でも怖い。してくれるさ、ドリンクスクマジで好きなんだけど、持ってない鉛筆、鉛筆ちょっとね危ないんで気をつけましょう。2枚なんで左行きましょう。
で、アサリ持ってるのが寿司ちゃんなんで、これは厳しいと。いや、いいよ。え、ツビーメン、そこにいる。出て出て。あ、それは、ドリンクを決めますのかもね。ドリンクをまず取りましょう。あ、でもドリンクですけど、これをどうする？一発？初日ししましょう。持ってる人がカニタンク使ってるんで、意味ないカニタンクなんで。シャーカだいぶ慣れてる。噛みすぎ噛みすぎる。いや、あの寿司の方もウルトラシック前からうまいと思ったんです、この試合。あ、出てくれると思ってたぜ。で、これアトバルさんがさっき、アトバルさんがさっきこっちから抜けようとしてて、そういうのすなかったんで、ここしっかり抜けといて、これ熱い。いいよ。手前二人なんだ。一人やってて一人立って、素晴らしい。ボトルだけだ。これは一回は使ってみます。ここね、ここ絶対しっかり抜きましょう。ここ大事。オヒョウ、ここ大事ですよ。ここらへん、これこう塗ってくるでしょ。塗ってくるのは許せませんので、で、これはで、これね、無理しない方が良かったですけど16よ、まずこれ60でしょ。ただアサリいなくてカウンターもないですよ。これね、アサリないんで、いくつあれだ、はい、オッケー。誰だったっけイザベル腰痛さんかな。イザベル腰痛さんって武器何だった？鉛筆かな、寿司かな。鉛筆ですね。いやー、そうね、素晴らしいよねだから皆さん、ドリンクを置いた時にカモンを押すのってなんかダサいみたいなところ思ってるかもしれないですけど、そういうのをちゃんとやれる人が王冠になるんですよ。やられた時にやられた押す人が王冠になります。やられた時に、あー、クソ、しまった、つってなんかぼーっとしてる人はもう王冠にはなれないです。
もう、あ、なんかその、こういうのをやった方がいいですよっていうのを、もうきちんとやる人がね、王冠になりますね。